皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日は皆さんのお悩みの中でも上位に上がってくる毛穴の詰まりについて、いろんなねアイテムあるんですけれども、今年のキーワードは黒なんですね。黒いアプローチのものが多くて、それももちろん新技術を使ったもの、そのアプローチのものを2つご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。まずそもそもなんで毛穴が詰まるのかっていう話なんですけども、毛穴っていうのは当たり前ですけど、こうって穴が開いてるみたいな感じですよね。その横には皮脂腺と呼ばれる皮脂を出す腺があるんですね。皮脂って皆さんなんかネガティブなイメージかもしれないんですけども、これは天然の保護クリームの役目をしていて、皮脂が出ることによって毛穴からね皮脂がピュッと出て肌全体に行き渡ることで、肌のバリア機能がしっかりとできるし、そういうことで外的刺激が来るのも抑えるし、内側の水分が出ていくのも抑える。なので皮脂ってとっても大事なんですね。なんですが、この毛穴の詰まりがどうして起こるかというと、このまず一つは皮脂分泌が過剰になってしまう。大体は思春期だとか、女性よりも男性の方が多かったりとかっていう感じなんですけど、やっぱりどうしてもじゃんじゃん出てしまったら、いっぱいね外には出ていくけれども、やっぱり詰まりやすくなっちゃうっていうこと。でもよく考えてみたら、いっぱい出たらツヤツヤになるだけで、こんなに詰まる原因じゃないんじゃないって思うかもしれないんですけど、皮脂って油じゃないですか。皆さんね、なんかよくオイルが酸化したらダメだみたいなことイメージあると思うんですが、皮脂も同じで、過剰に出てしまって、それがずっとお顔にあるとですね、酸化してしまうんですね。酸化すると微妙に目には見えないような炎症が起こります。そうすると毛穴の入り口の方にですね、炎症が起こることによって、角質のねターンオーバーがおかしくなって詰まってくるような、蓋をするような感じ、出口が狭くなってきたりとか、逆に出口がすり鉢状になってしまう。でもすり鉢状なんだけど結局こうなってしまうから、また詰まりやすくなってっていうような感じで、毛穴は開いて見えるんだけど結局こういう風に狭くなってしまって、毛穴は開いてるんだけども詰まりやすいというような状態が起こってきます。なので皮脂分泌っていうのをコントロールするのは、皮脂の詰まりを改善させるにはとても大切なことなんですね。2つ目は、さっきも言ったように皮脂が酸化すると毛穴の入り口の方が炎症を起こしてっていうことを言ったんですが、皮脂の炎症だけじゃなくて、例えば年齢でターンオーバーが乱れたりとか、あとは摩擦ですね、過度な摩擦で炎症が起こって角質が厚くなったりとか、そういったことで毛穴の入り口のね角質が厚くなってしまう。それによって皮脂分泌はそんなに多くなくても出口が塞がれてしまうから、毛穴が詰まってしまうっていうことが起こってきます。出るものが多いっていうのと出口が塞がれてしまう、この2つなんですね。今まで毛穴の悩みっていうと若い方だったりとかというイメージが多かったんですね。特にやっぱ皮脂分泌が多いですから、若い人ってそういう人が詰まり毛穴に悩んでいたんですけれども、最近マスクをつける生活って当たり前になりましたよね。もちろんね、最近は緩和の方向で外でねつけなくてもいいというような流れにはなってきてますけども、でもやっぱりマスクをずっとつけてるっていうのには変わりがなくて、マスクってこの毛穴には最悪な行動なんですよ。というのも、マスクをしているとですね、やっぱりマスクの中蒸れてしまいますよね。そうすると皮膚温度が上がります。この皮膚温度が上がることで皮脂って出るような仕組みになってるんですね。なので今までは皮脂っていうのはそんなに多くなかった人でも、マスクをするようになると、このマスクの中の皮脂分泌って活発になります。出るものが多くなるんですね。もう一つ、それだけだったらまだしも、マスクってどうしても摩擦になるじゃないですか。そうするとやっぱり角質の飛行が起こってしまって、出るものも多いし出口も塞がれてしまうということになるので、それで毛穴の詰まりが気になるということが、このやっぱり 2,3 年すごく多いですね。ちょっと前までは大人の人っていうのはたるみ毛穴だったんですが、前年代詰まり毛穴に悩んでると言っても過言ではないのかなと。でもさっきから言うように、やっぱりある程度皮脂っていうのは顔に必要なものでもあるので、取りすぎてもいけない。あと摩擦によって角質が飛行しているから、あんまり刺激のあるような角質ケアをしてしまうと、やっぱり今のマスク時代には合わないということで、そういう意味ではこの今日ご紹介する2つっていうのは、このマスク時代にはすごくぴったりだし、毛穴に悩む若い人もそうだけれども、私ぐらい40代とか50代の方、今まではたるみ毛穴だったんだけれども、なぜかこの 2,3 年詰まりがっていうような方にもですね、すごくぴったりなアイテム2つになります。ではまず1つ目がこちらです。ワンバイ構成ダブルブラックウォッシャーです。
え、何何って思うかもしれないんですけども、これね洗顔料なんですよ。ビビビビビって出てくるとグレーがかったちょっと固めの洗顔料が出てきます。これ洗顔料なんですけれども、基本的にはパックもできる直塗りの洗顔って書いてあるような感じで、泡立てて使うというよりもお顔全体にさっきのものでバーッと塗ってこれを広げていくというようなものになるんですね。今まで洗顔料って界面活性剤を入れて皮脂を取り除くっていう感じなんですけども、さっき言ったみたいにやっぱり皮脂ってとても大事だから取りすぎてもいけない、界面活性剤って皮脂をいっぱい取ろうと思って強いものは使ってしまうとバリア機能が低下しちゃうので、そういう界面活性剤で取るというんじゃなくて、こちらにはですね3種のクレーですね、あとは炭の成分が入っています。3種類の泥っていうのがベントナイト、あとホワイトクレー、カイデンというものになります。炭って脱臭の効果とかっていうのがあるように、何か匂いを取るとか何かを取るというイメージがあると思うんですが、実は炭っていうのは皮脂を吸着するということもすごくしてくれます。あと泥もですね同じように皮脂を吸着するんですね。それを4種類入れることによって界面活性剤を極力少なくしてるんですね。先生それなのクレーとか炭とかいっぱい入れてるものありますよ、何が新しいのって思うかもしれないんですが、やっぱりこのワンバイ構成がこだわっているところは、直塗りをしてパックにもできるっていう風に書いてあるので、なるべく界面活性剤も直接じゃなくって肌当たりのいいものを選ぶということと、実は界面活性剤をそのまま入れるんじゃなくて、さっき言った3種の泥の中ですね、クレーの中のベントナイトというものに洗浄剤を入れ込んで、皮脂がベントナイトに吸収された後にそこから洗浄剤が発揮できるようなシステムを取ってるんですね。もちろん直塗りをするので皮脂分泌が活発な人が使うものだから、乾燥肌の人とかがずっと塗ってたらどうかって言われたらなんですけど、でもやっぱりマスクをして油が出ちゃっていて、それを優しく界面活性剤とかじゃなくて吸着しながら洗いたいよっていう人にはとてもいいのかなと思います。ただこれね、公式のサイトを見ていたら全体に塗ってそこからお水をつけて泡立たせてから流してくださいって書いてるんですけど、私使ったんですけどね、泡立ちはしないんですね、ほぼほぼ。なので全体的に塗ってで、そこからお水をちょっと濡らして優しく撫でるようにしてから洗い流すっていう感じのイメージかなと。だいたいこういうものって突っ張るイメージですけども、本当に全世代を考えて作っている、あと界面活性剤を極力少なくしている、それも入れてるのが陰イオン系の界面活性剤だけ、1種類だけなんですね。なので皮脂をしっかり吸着してくれて、あと余分な角質があるものをゴリゴリ削るというよりは、炭とかあとはクレーでしっかり吸着して優しく取ってくれるっていう感じなので、本当に洗い上がりはツルッとなります。私だいたい2週間くらいかな使ってみたんですけども、洗い上がりは本当にしっとりしてるんですけど、クリアな肌っていうか、毛穴がすごく小さくなったかって言ったら 2,3 週間くらいじゃわからないと思うんですけども、なんかキメが整ってきたなっていう感じはあります。だから使い続けていくとキメが整うことによって毛穴が目立たなくなるのかなっていうのと、やっぱり私皮脂テカなので、それがさっぱりなんだけどしっとり洗い上げられるっていうのはすごくいいなと思って、こちらをご紹介してみました。続いて詰まり毛穴改善、今年の注目アイテムはこちら、ソフィーナ IPE ポアクリアクレンジングクレイウォッシュです。ワンバイ構成、お顔全体に使うんですけども、このポアクリアリングジェルっていうのは角栓が気になるところに直塗りをするというものになります。これ自体もテクスチャーがすごく不思議なんですよね。出すとこういう感じの真っ黒になります。見て、垂れないんですよ。ほら、こうしてもこうしてもわかります？密着度がすごいの。伸ばしても全然垂れないんです。この高密着のテクスチャーって結構ありそうでないんですよね。やっぱりどうしてもジェル状のものって垂れてきちゃうから、本当は毛穴がお鼻だけに気になるんだけれどもってなってもジャーって落ちてくるじゃないですか。それも洗顔の時って顔が濡れてたりとか手が濡れてるから。でもこれは顔が濡れてても同じようにパーッと密着します。ぴったりと。それを密着させて、そこで角栓が気になるとこくるくるってしてから洗い流すタイプになるんですね。フィーナ IP といえば花王です。花王というのはそもそも角栓をですね
ですね、内側から崩壊させる角栓崩壊技術という特殊な技術を持っているんですね。ぶっちゃけて言うと他の花王の製品にも入っています。なんですけれども、このソフィーナ IP はそれがまたさらに進化して角栓の崩壊ができやすくなっているということと、今までのものっていうのはこんなに密着しなかったんですよ。なのでどうしても液だれをしてしまったりということがあったんですけど、これはやっぱり花王さんが角栓崩壊技術を出して多分 4,5 年にはなると思うんですけど、改良に改良を重ねたんでしょうね。ここにね、なんか置き去り角栓をって書いてあるんですけれども、今までのどんな洗顔を使ってもやっぱり内側の方までは全然こう崩壊できなかったものを、本当に奥の方にあるようなものまでしっかりと崩壊をしてくれる。なんだけれども乾燥まではさせないという、面白いなって思います。これも角栓崩壊技術だけじゃなくて、やっぱり皮脂吸着っていうのもすごく大切にしている。角栓ってタンパク質と皮脂が絡まり合っているものなので、どちらかというと角栓崩壊技術っていうのはタンパク質もバーッと内側から崩していくようなものなんですけど、さっき言ったみたいに今ってマスクしているので皮脂分泌も多くなってるじゃないですか。なので角栓崩壊っていうのはタンパク質をメインにしながら崩壊していく感じのイメージなんですけれども、お花ってやっぱり油も多いから炭で吸着して独自の角栓崩壊技術で詰まってる角栓まで崩壊させて取っていくっていう、これもまたねすごく面白い。公式には毛穴汚れに直塗りって書いてあって、お顔全体に塗るわけではないです。私はお鼻と顎ね、やっぱりどうしても顎もマスクしてて熱くなっちゃうので、そういったところに使っています。ベリベリって剥がすような、あー取ったっていう感じはないんですけれども、やっぱり毛穴の黒ずみだったりとか、ある程度なんか開きとかもなんか良くなってくるような感じがしています。これは週に 1,2 回の集中ケアになって、さっきの塩梅香水は洗顔なので毎日使ってもいいっていうようなものなので、使い分けですね。より角栓を取りたいよ、頑固なものを取りたいっていう方はこちらのソフィーナ IP、 マイルドにケアしていきたいなっていう方っていうのはこのダブルブラックウォッシャー、どちらもいいんじゃないかなというふうに思いますし、ソフィーナは独自の角栓溶解が入ってるから、これにもそんなに洗浄剤っていうのは多く入っていないです。こちらのダブルウォッシャーの方もベントナイトに洗浄剤を入れ込むというような技術がすごいので、今まで界面活性剤、洗浄剤で油を取ろうというものではなくって、独自の技術プラス炭とか泥とかで油を優しく取っていきながら角栓を取っていくよという、今の時代にマッチしたアイテムだなと思って2つご紹介してみました。皆さんもね、自分どちらがいいかなと思いながら、これからもね暑くなってきてマスクねつけなきゃいけない時期もまだまだ続くので、詰まり毛穴気になってるよっていう人はチェックしていただけるといいかなと思います。いかがでしたか？やっぱりね、本当に詰まり毛穴、昔は若い人でしたけども、今全年代ね、気になってると思うので、どんどん毛穴用品っていうのは新しくなってるので、皆さんのね、お悩みの改善になれたら少し嬉しいなと思います。このように、このチャンネルでは美容や健康について皆さんに分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。